ですか。はい、先ほど、アナウンス、タイトルコールしていただきました。こちらのタイトルでですね、発表させていただきます。アッキーというふうに申します。よろしくお願いします。では早速ですね、皆さん朝からですけど、まず最初に皆さんにお聞きしたいことがありまして、化粧品の購入経験って皆さんありますか？もちろんですね、自分のために購入するっていうのもありますけど、誰かにプレゼントするために買うみたいな、そういうシチュエーションもあったりするんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、そういった経験されたことがある方であれば、割とこう、なんだろう、体感したことがあることかもしれないんですけど、化粧品の色選びって結構難しいんですよね。実際にパッケージに色っていうのがこう印字されてるんですけど、なんかつけてみると意外とその発色じゃないみたいな、皮膚の色によっても変わってくるみたいな、結構難しかったりします。で、そういった問題ですねを解決する、みんなどうやって解決してるのかっていうと、実際にお店に行ってテスターと言われる試しに使えるものですね。それを使って、これにしようっていうのを決めたりするわけですよ。でも昨今っていうかですね、コロナ禍とかでなかなか外に出れないよ、でもそういうテスターでテスティングしたいなっていう需要もあって、そこをテクノロジーで解決しようっていうのが結構最近話題なんですよね。そういったものがですね、こうバーチャルメイクっていうふうに言われたりする領域になります。で、実際にですね、バーチャルメイク、もうその名の通りバーチャル空間上、実際じゃなくてバーチャル空間上でメイクを試しにしてみる、そして自分に合う化粧品っていうのを選ぶというようなサービスになります。で、これは各社いろいろ出していて、例えばなんですけど、資生堂さんって皆さん聞いたことありますかね、とかはバーチャルメイクテスターっていう言葉を商標登録していたりとかして、結構本気度が伺えるんですよね。そういった結構最近話題のバーチャルメイクに関して今回はですね、取り上げたいなというふうに思っていて、もちろんですね、そういったサービスご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、ちょっとざっくり、どういったものかっていうのをご紹介したいと思います。これ特定のサービスに対してじゃなくて、一般的にこういうことしてるんだろうなっていうものになります。まずはですね、色を選択というふうに書いてるんですけど、この化粧品試してみたいな、化粧品の種類を選択するわけですよね。で、そして実際に化粧を施す自分の顔ですねを撮影、もしくはリアルタイムで反映させるのであれば動画といった形でシステムに取り込みます。で、そのシステムの中では実際にそのメイクって、本当目にするメイク、口にするメイクってそれぞれ異なるので、顔のどこがどこが目でどこが口なのかっていうのを分析しないといけないですよね。で、分析が終わったら、その適切な箇所、リップであれば唇のところに対して、加工を施すみたいな感じで、メイクを、こうバーチャル的に表現するわけですよね。で、我々はそれを見て、ちょっと微妙かなとか、あ、でも別の色も試してみたいなみたいな感じで、もう一回色を変えたりとかして、こうもう一回色を選択したら、もう一回編集が走って、で、もう一回試してみるみたいな、こういった使われ方が結構されるサービスというか仕組みになるかなというふうに思います。で、今回ご紹介するですね、システムはこの編集と分析っていうのを全て iOS の中で行います。つまり通信を行わないんですよね。なので、なんかお気づきの方はもしかしているかもしれないんですけど、最初タイトルコールいただきました、あのタイトルに対する結論を先に述べておきたいというふうに思います。ですね、このローカルで完結する、顔の分析加工っていうのを全部ローカルで行うということは、外部に、そもそも自分の顔のデータっていうのが外部に出ないので、そもそも漏洩とかっていうのがありえない状態というわけですね。もちろん内部で悪いアプリがあったりとか考えられることはゼロじゃないんですけど、結構このプライバシー保護っていう観点では強いんじゃないかなというところです。で、もう一つが、外部で処理をしない、皆さんアップルから発売されている素晴らしい端末を使っているユーザーさんですから、その端末でそれぞれこの分析だったり編集ってちょっと重めの処理をするわけですから、その我々が運営しているサーバーの方で処理をすることがなくなると。で、もちろんアプリを作るコストはかかるんですけど、そういった長期的に発生する運用コストがゼロになるっていうのは、結構これって強いことなのかなというふうに思っています。はい、ということで改めてですね、そういったプライバシー保護とコスト削減、これを両立した中で、どうやってこのメイクアップアプリを作るかっていうのをこれからご紹介したいというふうに思います。
はい、ということで皆さんお待ちかねの開発です。はい、まずはですね、順々に説明していきます。顔の分析の方から入っていきたいと思います。分析といえばどこが目なんだろうとかっていうのを分析するといえば機械学習ですよね。ということで、ビジョンフレームワークというのを利用します。はい、皆さんビジョンフレームワークどれぐらい使ったことありますかね。なかなかそのアプリの日頃作ってるアプリの特徴とかでなかなか触れないみたいな方もいらっしゃるかなと思うので、ビジョンフレームワークならではのですね、面白いところを中心に事前準備やんないといけないことみたいなのをご紹介しておきたいと思います。はい、今回ですね、顔の分析ということなんですけど、結構細かくですね、口だったら口、上唇なのか下唇なのかとか細かくこう顔のパーツを分析する必要があるので、公式 Apple が標準で搭載している、提供してくださっているものではちょっと足りない分が結構あるので、独自にですね、機械学習されたモデルっていうのを準備しないといけないんですね。そこで利用するのが CoreML モデルというものなんですけど、一から作らなくてもですね、最近本当素晴らしいエンジニアさんが世の中にはいらっしゃいますので、そういった方がこう OSS という形で提供してくださってるんですよね。公開してくださってる、これを今回利用することにしました。皆さんこれX にポストしてますので、ぜひ気になる方はこのリンクから見ていただけたらないただけたらなというふうに思います。その中から今回採用したのがですね、このフェイスパーシングという ML モデルになります。じゃあこうなんか Swift ファイルじゃない、なんか巨大なものが現れたけど、これってソースコードからどうやって扱うんだって思うと思うんですよね。ただすごい簡単、ソースコードの話はこれからします。どうやって扱うかっていうことなんですけど、取り込みはすごい簡単で、ドラッグ&ドロップで入れるだけです。それ以外何もしなくていいです。でさっきちょっとちらっと話しちゃったんですけど、ドラッグ&ドロップしてプロジェクトに入れた段階でですね、この自動でモデルクラスっていうのが生成されているんですよね。なのでつまりですね、これができちゃうんですよ。こんな感じでドラッグ&ドロップして入れただけで、もうフェイスパーシングドットモデルみたいな感じで、その実際にモデルのデータにアクセスすることができる、ソースコードから操作が可能になるということになります。これすごいなと思いました。で今分析をする前準備ですね。で実際に分析を行っていろいろ結果、実はですね、このいろんな結果が取れるんですね。細かいデータが取れるんですけど、その中から本当に今回欲しいものをえりすぐり取ってくるっていうのは結構大変で、そういうところゼロから書くと時間がかかるので、そういったところを補ってくれるヘルパーっていうのを書いてくださってる方とかもいらっしゃるんですね。今回はそれを使わせていただきましたという形になります。これもですね、ヘルパーという形なので、適宜自分の必要なものをコピー&ペーストして入れるだったりとかですね、それにちょっとした加工を施す、カスタマイズするみたいなことをして使うという感じになります。はい、お待たせしました。時間順調です。コーディングの方に、はい、さっき開発入るよって言ったけど、なかなかコード出てこないなってなったと思うんですけど、お待たせしました。コーディングの方に入っていきたいと思います。はい、まず先ほどの復習です。ML モデルは、これですね、フェイスパーシングドットモデルみたいな形で、モデルのデータにアクセスできることがさっきご紹介しました。これがですね、型としては ML モデルという型になります。このままでは利用できませんので、 VN コア ML モデルという形に変換してあげるという形になります。そして今回分析をする必要がありますので、リクエストですね、 VN コア ML リクエストという形にですね、これの引数に先ほどのモデルを指定して、リクエストを生成するという感じになります。はい、これでなんかできた感じあるんですけど、まだ これ不足していて、漢字のですね、分析対象の画像がどこにもないんですね。じゃあその画像はどうするかって話なんですけど、このようにですね、まず画像は CI イメージという形で準備する必要があります。でその後はですね、 VN イメージリクエストハンドラーというものですね、これに引数で先ほどの CI イメージの画像を指定してあげる、こんな感じでハンドラーを作るという、ステップが必要になるわけですね。じゃあさっきリクエストっていうのが出てきました。そして今回ハンドラーっていうのが出てきました。じゃあこれをどのように組み合わせて分析するのかってところなんですけど、これもすごくシンプルで、実はハンドラーからですね、実行関数が入っていまして、この関数の引数に、先ほど生成したリクエストを指定することによって分析がスタートするという形になっています。すごくシンプルです。で実際にその分析結果ですね、どのように取るか、これもまたシンプルでですね、先ほどのリクエスト生成したと思うんですけど、そこからリザルツというふうにアクセスすることによって取ることができると。今回はですね、この VN Core ML フィーチャーバリューオブザベーションと
こういった形で、扱うことにしたいと思います。はい、ただですね、もうちょっと本当に今回の、利用用途だともうちょっと深掘ってもいいかなっていうところで、リザルツドットフィーチャーバリューとマルチアレイバリューみたいな感じでですね、最終的に ML マルチアレイという形にまで変換しておきます。で、画像が変わらない限りはこの分析結果は使い回すことができますので、まあ、このコードの場合はですね、グローバル変数とかに、置いておくとすごくいいのかなというふうに思います。はい、ということで今まで顔の分析ですね、どこが顔の目なのか口なのかという分析する方法をご紹介しました。次は実際にそこに、化粧を施す編集のところを見ていきましょう。とはいつもですね、顔全体のメイクアップの方法を説明してたら20分じゃ絶対足りないので、今回リップ唇につけるやつですねだけにフォーカスしてご説明したいと思います。ということで早速ですね、私のこんな公開室が表示されるの恥ずかしいですね。何もつけてないノーマルな私の口があるんですが、これと比較する形でこういったリップの表現ってどういう方法があるのかなというのをちょっとご紹介したいなというふうに思っていて、2つ今回用意してるんですけど、1つ目がオーバーレイというふうに名前をつけているんですけど、単純に唇オブジェクトにその試したいリップの色を着色して、それをリップ唇の形に切り抜いて、で上からかぶせてアルファ調整したらまあいい感じになるかなみたいな、ちょっと不自然さもありますけど、まあ悪くないですよね。こういう方法があるかなと思います。でもう一つがですね、カラーチェンジと名前をつけてみたんですけど、つまりはその唇自体の色を変えるってやつですね。フォトショップとかでも色を変えたりしたことある方いらっしゃるかなと思うんですが、そんな感じで色を変えちゃう、まあ、大きく分けるとこの2つの方法があるのかなというふうに思っているんですけど、実際にリップつけた時の画像比較対象で持ってきたんですけど、全然雑すぎてどっちも微妙やんみたいな感じになると思うんですけど、微妙なんですけど、これ検証段階なんでどっちか選んで進めなきゃいけないですよね。どっちでやるかって考えた時に、下って決めるのもいいんですけど、せっかくだったら我々ロジカルに考えるのを得意な人種エンジニアってそういう方が多いかなって勝手に思ってるんですけど、なのでそういったなんか理屈をなんかちょっと作りたいな、言葉は出てこないですねと思って、今回ですね、化粧品の成分でこのどっちにしたらいいかっていうのを考えてみようかなというふうに思っています。先ほどまでプログラミングの話をしていたのに化粧品の話です。リップのようなですね、色をつける、ものの成分はですね、大きく分けて顔料と染料というものに分けられます。顔料と言われているものは、こう色の粒がこう表面にバーッとこう付着する形で色を発色すると。で染料の方は、まあ、漢字からなんとなくイメージがつくかなと思うんですけど、まあ、染み込む、まあ、これですね、厳密には染み込んでるというのはちょっと微妙な表現だったりもするんですけど、色の粒っていうのは変わらないんですけど、より深いところにまで、より深い細かい凸凹のところにまでこうその粒が入ることによって取れにくい、もう結構着色がしやすい、取れにくい状態ができるっていう特徴があったりします。で、先ほど話したのと割とこの特徴って近いかなと勝手に思っていて、オーバーレイってさっき言った上からかぶせるやつは、まあ、なんか顔料その上にポンポポンって乗っかる形で色を表現するので、割とこれに近い、原理としては近いのかなと。で染料に関しては、まあ、染みると考えてしまえばですね、唇の色が変わると捉えられるかなということで、無理やりですけど唇の色変えちゃいいじゃんみたいな、こんな感じで、なんか特徴がなんか似てんなっていうふうに思ったわけですよ。じゃあ実際に、その成分見てみましょうということで、これ化粧品によって全然違うんで持ってきてるんですけど、今回検証に利用した、リップですね、このリップに限ってだけちょっとお話ししたいと思います。これ実際にですね、成分表を見てみるんですけど、iPhone がロックになった。はい、こんな感じで、染料を赤、顔料を青というふうに表記してみるとですね、これティントって落ちにくいリップなんですよね。ということもあって割と染料、落ちにくい成分っていうのが多いっていうのが分かったんですよね。なのでこの環境下だけの話ではあるんですけど、唇の色を補正すると良さそうかなというような結論になりました。はい、ということでこちらですね、色を変える方法で、ご紹介しますということで、実際に色を変える方法、じゃあ技術的にはどうやって変えるんだっていうところなんですけど、
クロス多項式、交差多項式ですね、日本語で言うと交差多項式を利用したカラーフィルターというのを利用します。はい、いきなりも今度は数学の世界にやってきました。はい、このようにですね、 RGB3 原色それぞれに対してこの数式が、割り当てられて、最終的な、RGB 新しい変換後フィルター適用後の値が生成されるというような形になっていて、特徴としてはですね、クロスっていうふうに書かれているところ、交差ですね、日本語で言うとっていうところで、特徴としてこれ例えばこの式を R、レッドの式だと考えてみると分かりやすいんですけど、レッドの式なはずなのになぜか他の2色の要素、まあ、3原色それぞれが式に入ってるんですよ。だからレッドの結果に他2つの色がこう影響するっていうのが特徴の、カラーフィルターだったりします。で、我々がどのようになんか色を調整する、もうちょっと赤くしたいなみたいなのはこの係数形10個の要素があるんですけど、この係数形を調整することによってそれが実現可能という形になっています。プログラムに落とすと、はい、10個の要素を配列に置きます。はい、ただですね、配列のままでは扱うことはできませんので、これを CI ベクターという形に変換してあげるということです。はい、であとはですね、結構シンプルです。 CI フィルターを利用するんですけど、先ほど話しました交差多項式を利用しますので、ネームにそのように指定をします。そしてパラメーターディクショナリで、このように今回ですね、ちょっとコード量多くなっちゃうのでレッドの成分しか書いてないんですけど、こんな感じで、係数をですね、CI ベクターの形式で、指定してあげるという形で、あとはあれですね、フィルターを適用する画像をですね、指定したい、同じようにパラメータに付与してあげると、実際に、加工が適用された、フィルターが適用された画像が出力されるという形になっています。あとは CG イメージとかに変換して使うという形になります。はい、ということで駆け足で話してきたんですけど、あれメイクしてなくねって気づきました。実は画像編集と顔の分析の話しかまだしてないので、ここから総復習です。今までの、ご紹介した方法を利用してバーチャルメイク実際にやっていきたいと思います。はい、まずはですね、プレビューを用意してますので、まずは先ほど本当に直近の復習になります。交差多項式を利用して、画像の加工を行いますね。はい、何もやってないんで顔どころか背景までメイクされてるってもうよく分かんない状態が起きています。ただですね、今回適用したいのは口だけなので、口を、取得する必要があるわけですよね。覚えてますか、マルチアリって感じでグローバル変数に置きましたね。その結果からですね、ここ CG イメージっていう関数を使ってるんですけど、これもヘルパーの関数で、ちょっと説明するとあれなんですけど、何をやってるかっていうと、まあ、そのこれアッパーリップって書いてるんですけど、上唇の画像、上唇だけの画像をくれっていう風にやってるんですよね。同じように下唇も準備すれば唇のデータが揃うという形になります。はい、あとはこれもうおなじみですね、処理をするときは CI イメージに変換してあげるという形で、あとはマスク、皆さんイメージつきますかね、フィルターでマスクかけてあげることによって口だけに適用させることができる、一気にですね、成果が見えてくるという形になります。あとはまあ同じようにですね、 CG イメージに変換してあげて使いましょうという形になります。はい、これですね、先ほど、レッドの成分しか説明してないとか結構省いてるところありますので、すぐに動くサンプルアプリ準備してますので、ぜひお手元で試していただければなというふうに思います。ちょっとモデルのデータもそのままぶち込んでるので、ちょっと容量多いかもしれないんですけど、iOSDC の会場のですね、 Wi-Fi は強いということなので、ぜひ使っていただければなというふうに思います。はい、ということで最後にですね、自己紹介させてください。今ですね、アッキーというふうに申します。今、株式会社アップブリューというところで Lips というですね、コスメのアプリを作っています。仲間募集中ですので、ぜひお声掛けいただければなというふうに思います。またですね、私アッキーラボ株式会社というところの代表も務めておりまして、ここはプログラミングスクールなんですけど、 iOS 周り勉強したいなという方がいらっしゃいましたらですね、受講生募集中ですので、ぜひ気軽に声をかけていただけたらなというふうに思います。はい、ということでありがとうございました。以上になります。アッキーさん、ありがとうございました。それでは Q&A に入りたいと思います。コメントや質問のある方は挙手をお願いします。今マイクをお持ちします。しばらくお待ちください。
ありがとうございます。なんかすごい面白い話で、まあ、アプリというか自分ちょっと機械学習を結構やってるエンジニアなんですけど、なんか結構大変だなと思ったというか、だからリップだけでもティンとかそうでないかでまた色が変わってくるとかってなってくると、結構ドメイン知識というか、それに深い知識が必要だなってすごい感じたんですけど、その部分ってなんかこう どういうふうに進めたとか、こういうところ難しかったってあったりしますかね。ありがとうございます。実はですね、本当にその通りですごい難しくてですね、さっき赤色の成分なんかめちゃくちゃピンクになってたりとか、一番最後の方ですね、リップを施してましたけど、あれも割とですね、なんかこんな感じにいけんじゃねみたいな感じで、なんか最終的に適当な感じで、指定した係数形だったりとかしたんですけど、やっぱりこの化粧品だったら、この係数形でしたらいいみたいなのがすごく難しくて、実はですね、これ会社で iOS で やりますよってこう自慢したくて、個人で頑張ってやってたんですよ。調査してたらこれ無茶じゃねっていうのに気づいて、実はですね、これ自分の心の中でボツになった案をここでご紹介させていただいたという形で、実はそういった課題あるという感じですね。そうですよね。なんかすごいこれ唇だけでこんな大変なのに、これ全部ってやったらどんだけかかるんだろうってすごい思って。いや本当にそうなんですよね。まあ、ぜひですね、今回、まあ、なんかこのビジョンフレームワークの使い方だったりとか、その CI フィルターの使い方だったり、そういうところも含めて皆さんにちょっとなんか勉強になってもらえたら嬉しいかなということで、今回紹介させていただきました。ありがとうございます。質問ありがとうございます。ありがとうございました。お時間的に次が最後になりそうなのですが、他にコメントやご質問のある方いらっしゃいましたら挙手をお願いします。それでは他に、Q&A なさそうですので、これで Q&A を終了させていただきます。アッキーさん、ありがとうございました。